うちも培養土でバーク堆肥作ってるんですけど、だから上はいつもカナ君が卵を産みに来るんで、バーク有機物の中って非常にやっぱ産みやすいんですよね。ぬくぬくしてますし、なんですかね、幼虫の餌にもなるので、有機物はですね。やっぱり有機物を産み落とす最適な場所なんですよね。だから今バークはシートを被しているのはそういう理由なんですよね。はい、入らないようにっていうことなんですよね。でもやっぱりまあこういった季節やっぱりそれで来ちゃうことがあるんで。そうですね。そうです。まあ、で消毒にも効かないようなものなんで、うん、はい。まあ、殺虫剤使えばもちろんいいんですけど。バラをやってて、バラの時は炭地温を数倍にとって、はい、それを根元に2回。